どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グルリ、陰謀区、クズは駆逐だの A に、こちらのパーティー、鈴谷十三統一パーティーですね。で、やっていきたいと思います。全員、鈴谷十三。まあ、プレミアムで出るね、RE のスリッパ履いた十三を手に入れてからこれをやろうと思ったんだけど、手に入ってないんで、もう仕方なく、もうあれがね、欲しくて仕方なかったんだよ。これがやりたくてさ、ずっと。なかなか出てくれないんで、やります。で、一番手前の、ジェイソンをさ、背中に担いだみたいな銃像が、まあ、見えると思うんだけど、これね、見たことないっていう人結構いると思うんだ。この東京グルカルナバルっていう、カルナバルじゃねえ。ごめんなさい。東京グルインボークっていうゲームは、一回6月でリニューアルしてるんですね。その前に、イベントで手に入ったキャラクターなんですね、こいつは。EX ランクっていう SSR とまた違ったランクのね、キャラクターがいたんだけど、まあ、それがリニューアルされて SSR っていうランクに統一されましたということで、多分これ見たことない人多いんじゃないかな。じゃあ武器耐久値削るスキルを持ってるんですよね、こいつが。なんでとりあえずまず全員で殴って、で一番向こう側にいるですね、フェスゲン銃像、こいつのスキルを使いましょう。クロナの大事なもので、手前のやつで武器耐久値削ろうか。ちょっと一個やりたかったことがあって、やっていいですか。これやりたかったんだよね。めちゃめちゃエモくないか、この風景っていうかさ、この場面見て。銃像をさ、3人ジェイソン持ってるの揃えたけど、今全員ジェイソンの持ち方が違うんだよ。これ手前が背中に担いでて、真ん中のが片手でさ、片手で持てんのか、ジェイソン持ってて、で、一番向こう側は普通に構えてると。一番ね、俺がかっこいいと思うのは一番向こうのフェスゲンのね、持ち方なんだよね。皆さんはどれが好きなんでしょうか。ジェイソンね、真ん中のやつもかっこいいけどね。じゃあとりあえず真ん中のやつで殴って、あ、待って、これブレイクするか。なるほど、スキル使おう。お、これ蹴り上げんだ。このジェイソンを蹴り上げてズバッて切る、蹴り上げるシーンはさ、確か白黒戦だよね。これ突破できるかな。多分こいつらじゃあ突破できねえような気がするんだが、だから仕方なく裏の助走銃像を出してこなきゃいけないんじゃないだろうか。こいつはあれですね、イベントさんですね。あんまモーション凝ってねえな。フリー属性なんでどれだけ入るか。お題は結構、なるほどね、まあまあ入るね。いや、これで終わると。はい、アモンさん突破。いやー、マジ長年の夢だったんだが、本当はまあ死神ね、銃像が出て、スリッパも出て、んで前衛をこの RE の銃像だけで並べるっていうのを、まあ、いつかやります。必ず、まあ、出してくれればだけど、出してくれると思うんでね、もうすぐ。じゃあ殴っていきましょう。これ普通にやっても真ん中の銃像溜まっかな、そこ心配なんだけど。あー、微妙だな、溜まるかどうかわかんねえ。使って、こいつね、熟練の 100% なんですよ。何げ、こいつは出血をさせるスキルを持ってますね。使って、はいはい、ズバッと OK。 まあ後で殴ってるだけでいけるかな。よいしょ。さあ、突破できるかどうか。一回銃像シフトして戻してこなきゃいけないのかもしれない。クロナの大事なものって言ってくれないんだな、そういえば。リニュー前のキャラってもしかして言わないのかな。リニュー前フェスゲンキャラみたいな。 OK、 いけましたね。いやー、エモかった。このクズは駆逐だっていうクエストで手に入るこのアキラさんなんですけど、実は、前にあった東京グルカルナバルっていうゲームで、SSR ランクのもう一個上のランクの UR ウルトラレアっていうランクのね、一番強い部類の
ランクのカードがあったんですけど、まあ、そのキャラなんですよね。まあ、今回 SSR として登場しましたけど、まあ、こいつは元ね、一番高いランクのキャラだったということで、イラストもなんかちょっとタッチは SSR っぽくなってるのかな。昔はなんか手書きのねイラストっぽく、まあ、編集かなんかでしてたのかもしれないんですけど、あ、はい、ちゃんと背景もついてね、登場してましたということで、お疲れ様でした。今回は鈴谷十三統一パーティーで、クズは駆逐だの縁に挑戦してきました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。